皆さん、こんにちは。成功エピソードの小川です。今日は本当に待ちに待った信州ダービーエプソンスペシャルマッチです。ちょうど雨も上がって、今日は本当にいい試合を期待したいと思います。エプソンは今回のイベント、いろんなイベントを用意しています。先ほどこのゲームをやろうとしたんですけども、残念ながら少しうまく動きませんでしたけれども、エプソンのモーションセンサーと、それをバンダイさんがスマートシューズというのを作って、そして楽しいゲームをしようという企画があったんですけれども、会場の外ではうまく動いてますので、ぜひ楽しんでいただきたいなと思います。その他にもう一つイベントがありまして、おにぎりアクションというもので、皆さんがおにぎりの写真を SNS に投稿すると、これがアフリカで飢餓に苦しんでいる人たち、この人たちに食事を提供していく、そういうイベントになります。ぜひですね、皆さんおにぎりの写真を撮って、そして投稿して、そしてアフリカの飢餓に苦しむ人たちを救って、いただきたい、そんなふうに思います。そういうことでですね、その他のイベントもありますけれども、今日はこの信州ダービーエプソンスペシャルマッチで、しっかり応援していきたいというふうに思います。エプソンはJSN の時代から18年、エプソン、松本山雅を応援してまいりました。松本山雅がここしばらく中野パルステロにちょっと苦しめられてます。今日は長野からもたくさんのサポーターの皆さんが来て、いただいてます。いい試合を見せたいと思いますし、今日はこれまでの試合とは違って、松本山がいい味を出してくれるというふうに信じております。ぜひですね、皆さんで応援をしっかりして、いい試合期待したいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。小川社長、ありがとうございました。